札幌スマイル。いたいた、豊平川に鮭が帰ってきた。今日はみんなが笑顔になれる取り組みを紹介するよ。今は産卵床調査といって、鮭が卵を産んだ場所を探して歩いてるんですけども、9月終わりから10月にかけての鮭はこういう場所でたくさん産んでます。もう半分以上が豊平川で生まれた、自然産卵で生まれた野生の鮭。あら、ほらほら、2匹並んでますもんね。一時は姿を消したけど、40年ほど前の市民活動によってカムバック。アルガさんは豊平川生まれの鮭をもっと増やそうというプロジェクトを8年前に立ち上げたんだよ。川の工事をしている、業者さんの中で、鮭のために、環境改善をしてもいいよって言ってくださる企業さんが、ボランティアでその水路を復元するってことをしてくれたんです。自然に産卵しやすい環境を作ること、これが将来につながっていくんだね。この鮭、白鮭とも言いますね。だいたい毎年鮭は1000匹ぐらい戻ってきて、川の中で卵を産んでいます。はい、はい、どうぞ。もうあんなでっかいとは思ってなかった。また見たい、でかいのをなんか見てみたい。いろんな鮭とか魚の種類を覚えられて嬉しかったです。自分たちが住んでいる町にこんな大きな鮭がいるんだっていうのを実感してくれたっていうのは、やってよかったなと思います。お子どもたちが大人になった時に、自分たちの町の自然についてもっとこう関心を持って関わってくれたりしてくれたらいいなと思います。鮭が帰ってくる町、札幌。これからも笑顔になれる取り組みを紹介していくよ。